おはようございます。ひろママです。いつもご視聴ありがとうございます。やっとタイに行けるようになりました。それで今のうちに日本の観光もいろいろしてみようと思って、本日は山口の方に向かっております。今朝の4時なんですけれども、早朝に出ると高速道路が3割引きなんですね。それで今日は早めに出ました。梅雨に入ったので今日も雨が降るかと思って来ましたがありがとうございます。森林浴でもうこの時点でとても涼しいです。なんか癒される日頃結構しんどいんで、たまにこういうところに来るとほんと癒されます。梅雨やというので今日の日にちを考えてたんですけど、やっぱり晴れ女でした。もうすぐ秋吉堂の入り口に入ります。綺麗な水、わすごいすごい、わこれはすごい、いい水です。パニック障害の私は中に入ってどうもないのか、ちょっと不安でした。さあ今から中に入ります。なんか吸い込まれそうなぐらい、すごい怖そう。面白いね、自然って。なんかめっちゃ怖い、ここ吸い込まれそう。でも綺麗、わあすごい綺麗。携帯ちゃんと落とさないようにしないと。誰もいない、人が。
今日は先ほど団体さんが通りましたが、人はやっぱり少ないです。すごいなこれ。ちょっとこれは誰もいなかったら気持ち悪いです。ここは百枚皿でした。千枚あげて嘘ついちゃいました。百枚皿、このお皿、大きいものは今の次は100枚皿の次はここはどこかな。またここもすごいな。これ約片道1キロあるんですけれども、1キロということは往復2キロ同じ道を降って帰ってこれるのでしょうか。わ、すごいすごいすごい。道内富士。皇帝って言うんですかね。富士山を連想させる道内富士は道内最大の石春です。天井から流れる水から蓄積した石灰粉がいくらかの土を交えて下からだんだんと出来上がったものです。誰もいないのでマスク取りました。こんだけ、広いところでそんな人がいなくてもすれ違う人はきっちりマスクしてるから、自分が外してたらなんか罪悪感を感じるのは嫌ですね。あ、でも気持ちいいです、マスクを取ってたら。マスクを取る勇気、人がいないのにマスクする必要は私はないと思ってます。気持ちがいい。あ、目が回る。
そんな感じ。私は初めてこの、秋吉これは大松茸、すごい松茸の形をしているんですね。これ大松茸、全部これ石灰水が結局このようないろんな形を土と交えて作り上げた感じですね。まあ、あの人生初めて来たんですけれども、タイにもう行けるようになったので、ちょっと日本の旅行も積極的に行こうかなと思って、今日は弾丸一泊旅行山口県に来て、今秋吉堂っていうところに来ております。すぼがき、町田っていうとこです。これはね、本当に来ないと説明ができないぐらいすごく偉大で広くてすごい空気感です。迫力もあるし、自然ってすごいなと思います。階段を上がっていきます。階段を通るたびに自分の運動不足を感じます。頑張ってダイエットしましょう。石のパワーってかなりすごい。これは大仏岩、大仏岩、大仏岩です。すごいよ。あと300メートルでここの出口に出れると思うんですけど、これもまたすごい。これちょっとパニック障害の人がきつい場所ですね。クラゲの滝登り、これが自然にできた。これはすごい。これはぜひ皆さん来てほしい場所ですね。これはなんだ。すごく人の影のように見える。ちょっと誰もいなくなったので非常に気持ちが悪いですけど、最後まで行こうと思います。あ、すごいすごい。あ、じゃまだよく歩いた。ここは、あ、また帰
階段がある。魔の階段。これ地上11個気をつけてください。頭を。気をつけて。足元も滑ります。さあ、ここからどのぐらいの道があるのかな。これを結局行ったら元に戻るか、上からタクシーでなんか戻ればいいようなことをさっき出会ったおばあちゃんが言ってました。あ、ここもまたすごいな。よいしょ、あ、階段が、はいはい、階段階段、あ、なんか、よいしょ、これはね、来てください。山口県の秋吉戸、兵庫県から朝から休憩交えて約6時間半ぐらいかかりますけど、いや、ここは来てもいいかもしれないですね、一度。いや、すごいな、これは自然ってすごいな。誰もいません。わ、あまり気持ちのいいもんじゃないですけど、早く出口に行こう。よいしょ、よいしょ。ずっとこのポタ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 、帽子かぶってきてよかった。帽子と運動靴忘れないようにお願いします。いますまた。よいしょ。ここになんかマリア観音っていうのがありました。